お世話になっております。コーヒートーク実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。さあ、前回はね、ガラさん、フレイヤちゃんで、ベイリースさんっていうね組み合わせで、ルアさんとベイリースさんの話が少し進展したかなっていうね感じはありましたけど、今回はどんな組み合わせが見られるかな、やっていってみましょう。いつか雨じゃない日は来るんだろうか。2020年9月29日火曜日、営業始めていきましょう。まずはイブニングウィスパーだよな。大病院での違法、またか、抗変身薬の話多いね。これ違法なんだ。違法抗変身薬売買撲滅へ向け、 WHO が本腰。 WHO あんだね、この世界にもね。よしってやってますね。なんか変わるかな。クーチェラ2020へ行くべき10の理由。あー、コーチェラフェスティバルみたいなやつかな。なんかロックフェス的な。宇宙でのスポーツ大会が数十年後にも実現か。すごいね。宇宙でのスポーツ大会。野球したりするんですかね、月で。この二人これはちょっとテンション上がるな。俺ほんとハイドさん好きなんですよね。ハイドさんとジョルジが店に来てくれるとテンションが 120% アップする。で、フレイヤちゃんはまだ来てないのかな。最初からフレイヤちゃんがいないっていうのもね、割と新鮮味があっていいですよね。じゃあ連日来てくれてんだな、ガラさんはな。あいつは本当に変わらんな。見とく。変わってるかな。今お店にいるのはガラさん。全部開いたんだもんね。ハイドさんは、もうちょっとだな。二人の共通の知人の話で盛り上がってんのかな。だが意外と楽しかった。かつての仲間たちと旧交は畳めるのは、強引に合わせてくれて感謝する。昔シアトルにねいたんでしょうしね。ガラさん以外にも知り合いはいるのか。いいってことよ。そうだ、稲葉バー、また注文したい。いつものやつ、ラテかい。カプチーノかい。また実験を。ガラハットね。ああ、前回のやつが特効薬だったとは思うが、他の組み合わせを試しても害はない。承知しました。あとは任せた。どうしよう。どっちなんだ。お任せってこと。マサラチャイ試してみる。紅茶ミルク生姜、紅茶生姜シナモン。紅茶と生姜が入ってればとりあえずいけそうみたいな話だったね。マサラチャイ行ってみますか。じゃあ一応ね、条件は満たしてはいると思うんだけど、ミルクかシナモンかの違いでね。マサラチャイでございます。お待ちどうさま。どうも。すいません。すまん。こいつは俺が期待していた味じゃない。申し訳ない。僕のミスだ。気にするの。気にするさ。素直にガラハットで行きますか。お待ちどうさま。どうも。やっぱり。これが正解なんだな。ドンピシャの味だ。あなたは、ハイドさん。もう一杯飲むかい？いや、今はいい。まあ、まだ、ね、結構入ってそうですし。ところで、君たちの会話が聞こえてしまって。二人は古い付き合いのようだね。ああ、だな。ガラは私の用心棒だった。そうなの？元軍人ってね、情報が載ってましたけど。用心棒とかもやってたんだ。二人はこの場所で会ったとか言ってたね。そうだ、ここがバーだった頃にな。何があったんだい。ハイドがドワーフのカップルにボコられていて。なんで、なんか言っちゃったんかな。あのクソども。ひどいざまだったんで俺が助けに入った。吸血鬼ってのはその強いと思っていたが、ドワーフもまあでも強そうだよね。私は吸血鬼だが、カンフーの使い手じゃない。
それに少し酔っていて、シラフだったらあんな奴ら軽くひねっていた。少しだと、あれでか。お前ベロベロだったぞ、ハイド。俺が用心棒だってお前が奴らに言ったんだ。ああ。待った、なら本当は用心棒じゃなかった。その時はな、赤の他人だった。たまたま居合わせたんだ。それですごい大騒ぎになって、俺ら二人とも店を追い出されてな。巻き添えを食らったと。以来この酔っ払い吸血鬼につきまとわれている。うっとしガムみたいな。こいつは運転できないくらい酔っていて、俺はタクシーを止めたんだ。ところがタクシーに行き先さえ告げられず、朝までこいつと付き合う羽目になったのさ。人が良すぎない？ははは。私を見捨てないでくれて感謝するガラ。あのドワーフどもに殺されていたかもしれん。何者なんだい？否定も断定もしないが、あのドワーフどもはマフィアと繋がっていたようだ。本当に？で、おそらく私は株式市場で奴らに大損食わせた。あ、昔ね、なんかモデルやる前は投資エージェントやってたのかな。そんな話があったな。桁違いの額だ。そりゃまずい。奴ら私に汚い金の洗浄を命じてきた。だから代わりに罵ってやった。ああ、言い争ってるのが聞こえたよ。ハイドに罪はなかった。だから助けてやった。こいつはイラつく人出なしだが、詐欺師じゃない。偶然守護天使を使わせてくれた世界に感謝だ。そこで翌朝、私はガラに本当の用心棒になってくれと頼んだ。一晩中俺に迷惑かけまくった後でな。受けたの、その話。おい、朝飯もおごってやったぞ。あれは例外だと言わせん。正直あの頃の俺は情けないやつでな。一文なしだったから朝飯を断るって手はなかった。ちなみに60年代後半の話だ。特に俺のような男が職を見つけるのは大変だった。人狼会？退役兵だ。ああ、なるほど。1960年代か。ベトナム戦争とかあったんですかね、この世界ではね。どうなんだろうな。で、用心棒がどうして病院で働くように？それはだな、ガラと働くようになって気づいた。ハイド、その部分は省いてくれるか。すまない、あまり触れたくないんだ。うん、いいさ。余計なことを聞いてしまったね。簡略版なら話してやれる。いいの？要約すると、ハイドに助けられたんだ。俺の過去に関することだな。あの助けがあったから俺は新たな生きがいを見つけられた。そう、人が生きるのを助けることだ。もちろん俺みたいな人狼の退役兵にとって看護師や医者になるのは簡単じゃない。だから代わりに事務員になった。そういうわけで俺はこいつに一生分の借りがあるってわけだ。お互い恩義を感じているんだな。俺をしつこく助けようとしたおかげさ。話してくれてありがとう。やっぱハイドさんいい人なんですよね。君たちにそんな過去があったとは。ああ。とにかく稲葉は、今こそ何か頼もうか。お、いいよ。何にするかい？ピリッと温まり、かつさっぱりしている。紅茶ベースの一杯。なんだろう。ピリッと温まり。紅茶ベースね。紅茶ベースでピリッと温まるだとシナモンとかね、まあスパイシー系ですよね。甘くてスパイシー。マサラ、これこそマサラチャイとかかな。生姜、シナモン。あー、でもちょっとさっぱり感はあんまないね。となると、さっぱり感は良くて読んだな。ピリッと温まりの解釈が難しいな。イコールほっこり感でいいんだったら、このシャイアデンか、紅茶、紅茶ミルクか。うん。甘みがないけどな。このテータリックかのどっちかが良さそうだけどね。これでいってみるか。ピリッとって言われてるからな。シャイアデンいくか。紅茶ミルク、シナモン。うん。おそらくラテアートはできない。が、出してみよう。
どうかな、お待ちどうさま、どうどうどう、わあよかった、まさしく私が飲みたかった一杯だ。嬉しい、期待に応えられて。ところで今日のこの店は何かが足りないようだが、フレイヤちゃんかい。ああ今日はまだ見かけてない。そうだよね、来ない日はないですもんね。来た、おっと噂をすれば本当に来た。あーで、フレイヤちゃんね、そうなんですよね、いつもここの席なんだよね、この窓の際の手前んとこね。ガラさんはそういうの決めてなさそうだけど、他の人に合わせて自分が座る位置も決めてんのかなっていうね。どうも善人さんたちと、吸血鬼さんもふふふ、君にまた会えて嬉しいよ。フレイヤー、ちょうど今君の話をしていたところだ。マジで？どんなこと？君が店にいないから私が驚いたんだ。これフレイヤちゃんがね、急に来なくなったら心配しますもんね。そうやって孫ほど年の離れた娘を口説こうってわけ？口説いてんのかな？私には通じませんから。ふふ。君を口説こうって気は毛頭ない。ハイドさん結婚されてるっていうね。話はありましたし、私は望みが高いのでね。一言多い。あんたね、今日はやけに疲れているな、フレイヤさん。仕事がきつかったのか。なんでわかったの？人狼の直感だ。そうなの？お疲れかい？健康稲葉に見せて、貴重なアドバイスをいくつかもらった。それは何よりだ。力になれてよかった。だから一日中原稿を書き直していたわけ。それと新聞用のコラムも書いて、そっちもあんだもんね、仕事として。全体的にはいい一日だった。それは良かった。だが休みを必ず取るんだぞ。調子に乗っていると人は無理してしまいがちだ。もちろんです教官。調子に乗れるときはね、乗っといた方がいいっていうね。あれもあんだよな。病院のことだけど、医療受付カウンターデスクの生活ってどんな感じ？医療事務だ、フレイヤー。あなたが実際何やってるのかいまいちピンとこなくて。まあざっくり言うと退屈な仕事だが、主に病院の運営面に関する所持を取り扱っている。専門医の費用はいくらだとか、それが病院の収益にどう影響するかとか、患者が手術や集中治療を必要としていれば、患者本人や家族ともやり取りする。病院が病院として運営されていく上で絶対に必要な人たちですよね、事務の人は。治療内容をリストアップし、命名の負担額を説明するんだ。人命を預かる経営部門って感じ？そんなところだ。わあ、なんだかすごく込み入ってそう。だから俺に向いているのさ。相手に共感しやすいものにとっては激務だろう。一方、こちらの我が友人のように冷酷な者たちは、ビジネスの観点からのみ物事を見れる。言えてる。あなたの仕事ってなんであんまり話に出ないんだろう。さほど知られていない裏方の仕事だからだろう。まあ医療にね限らずですけど、事務に焦点が当たることってあんまないよな。すごい大事なね仕事だと思いますけど、確かにね、面白そうな仕事なのにあんまり話には聞かない。ひょっとして医療事務の多くは俺みたいなやつで、病院の外ではめったに仕事の話をしないのかもしれない。なんで？俺の場合は特に理由がないからだ。それに患者の私生活を取り扱っているしな。高潔なプロ意識を感じるよ。特にこちらのお嬢さんの前ではそういった姿勢は大切だ。ちょっと、もっとも柄は高潔すぎる。はい。しばらくこの仕事をやっているんでしょ？もう半世紀になる。すごいね。ああ、そんなに？待って、半世紀も同じ仕事？そうだ。おったまげー。昇進を求めなきゃ。異動の打診は何度も受けた。管理職だ。組織は管理職に従う。引き受けちゃえ。興味ない。なんで？俺が望んでないからだ。それにさっきも言ったが、俺には今の役職がしっくりくる。けど昇進すれば給料も上がるじゃん。やることと辛労もね。当然だ。だが今の稼ぎで十分暮らせる。
それに仕事は同じでも給料は上がっていくしな。うん、あなたの考え方ってそこ知れない。それがガラッと男さ。さて、俺はそろそろ仕事だ。あ、これからですか。二人と話せてよかった。お前は残るのか、ハイド。あ、この店の空気をまだ楽しみたい。あ、ハイドさんも気に入ってくれてんだね。嬉しいよ。なら2週間後に会おう。結構先だな。だな。良い旅を。またな、稲葉。あんたもフレイヤー。またね。お気をつけて。お仕事頑張ってね。で、この二人か。この二人の組み合わせ、まあまあまあ見ますよね。けどさ、ちょっと信じらんない。ガラみたいな人があんたの親友だなんて。君が来る前ちょうどそのことを話していて。え、本当に？チェ、面白い話を聞き損ねた。で、二人はどうやって会ったの？おいおい、もう一度話せっていうのか。そう。いいじゃん、どうせ今夜は暇なんでしょ？ふむ、仕方ない。私たちはここがバーだった頃に出会った。うわぁ、ガラが元軍人だなんて初耳。友達に乗ってっけどな。お、更新あったんか？ないよね。びっくりマークついてたけど。ハイドさん、あ、開いてる。あー、好きなもの、人生の過ごし方が見れるぞ。10年間一滴も生き血を飲んでいない自分。ビーガン生活やってるって言ってたの。10年間続いてんだ。人生の過ごし方、現在はモデル。過去は株トレーダー、起業家、ベンチャー投資家。ああ、起業もしてたんだね。投資エージェントもやってたし、ベンチャービジネスの社長もやってたんだ。両方やってたのか。ガラが元軍人だなんて初耳。その、あのごつい体なら違和感ないけど。けどわかんないな。なんでガラはその、体が超資本の仕事から医療の世界へ。まあそのことは話したがらないだろう。けどあなたは理由を知っていると。私から聞き出そうというのか。ご名答。本人は喋りたくなさそうだったけどね。ガラはそのことを話したがらない。ガラじゃなくてあなたが、ちゃん。本気か、フレイヤー。ねえねえ、いいじゃん。ダメだって。詳細は省くぞ。ガラは戦争へ行って心を病んだんだ。ガラがなぜ話したがらないか分かったろ。どうかな。けど辛いのは分かる。当時だったら特にね。ガラは自分の強さしか信じられなかった。だから体力系の仕事に就くしかなかった。けどそれじゃあトラウマ治らなくない？そうだな。それでもあいつにはそれしかできなかった。あるいはそれしかできないと思っていた。けどあなたはガラを用心棒に雇ったんでしょ？いや、当時はそんなことは知らなかった。それにガラは優れた用心棒で、奴とはさほど親しくなかった。だから個人的な感情は一切抜きで、私はあいつの力を必要とした。だがそれから私はあいつに興味を持った。興味って？クールな奴だと思った。それだけだ。数ヶ月して私はあいつの、問題に気づいた。私は助けを求めろと言った。あいつは拒否した。そこは驚かない。で、私は背中を押してやった。どうやって？説明が難しい。最終的にあいつはプロの助けを借りたんだ。もちろんセラピーの最中に何があったかは知らんが、最後には新しい生きがいを見つけていた。あいつは用心棒の仕事を辞め、それからしばらくして病院で働き始めたんだ。で、今も働いている。お？わお！これは予想外だな。一回区切るか一回区切るか。まだありますよね、この日はね。ちょっと時間もいいところなんで、一回区切ります。